後起業も考えているので、社会福祉学科に所属しているってこともあるので、将来的には中国とか日本で足りていない老人ホーム施設であったりとか作っていきたいなって思っていて、お聞きしたいこととしては、一つは今思っていることと経験を生かして起業を経験するのもいいんじゃないか、もしくは企業に勤めて社会人としての経験を積んで人脈を作ってから起業をしていった方がいいのか、今考えているのは先に就職して社会人としてのマナーを身につけてから起業するのがいいのかなとはざっくり考えています。就職か起業かで言ったら、起業もなしではないかなと思いました。僕はあんまり起業しろしろおじさん好きじゃないんで、消去法で安易に学生に起業を進めるのは良くないなと思ってる派なんですけど、廣中さんが組織の中に収まらないパワーを持ってるような感じがしてるので、モチベーション源泉になってる部分がどれだけ会社員風なのか、一人でもいいからやったるわみたいな感じなのかによって、場合によっちゃ起業もありえるなって思いますね。結局入れたのに、私女子大卒だからぐちゃぐちゃとか言ってそうな気もするんで、そんなことぐちゃぐちゃ言うぐらいだったら初めから起業してもいいのではないかって思っちゃう。わかりました、はい、自分がどう生きたいかじゃないですか。どっちも正解じゃないっていうか正解にするってだけで、リスクとリターンと全て考えた上でどっちを選ぶかだけだから、どっちでもいいと思うんですけど、あ、もうしたいなら起業したい、別に死ぬわけじゃないし、ね、リスクも自分の中で分解して、やりたくなくても企業に行って不完全燃焼みたいになっちゃう方がリスクって考えるかもしれないし、自分にとって何が欲しいかって思うだけじゃないかな。ベンチャーの方とお付き合いすることも多くて、大企業的なところを経験せずになってる人と経験してなってる人、別に両方いるんでどっちもいいと思いますと。ただどっちかしかって言われたら、就職一変してみたらと思って、嫌だったら辞めたらいいと思うんですよね。起業したいと思ってバンと出ると、大体請負いの仕事ばっかりやるようになるんですよね。それって落とし穴みたいな感じで、それで忙しくなっちゃって事業をやるっていうような感じになれずに10年とか20年経っちゃう人って結構いるんですよ。ということを考えると、何もビジネスのアイデアがない段階でとりあえず独立起業みたいな感じになってると、今みたいな道を歩む可能性もあるんで、この事業がやりたいと思ったら行ったらいいんじゃないかなと思いますけどね。あ、例えばある、まあ、企業に最初勤めてこういうことやりたいなって決まった時に今辞めて起業するっていうのは、うん、あ、そうそうそう、っていうのは理想的な流れな感じはしますけどね、うん、どういった企業が今後起業していくのに役立つ知識がつけられるとか、リクルートもそうなんですけど、3年とか4年経てばもう1人前みたいなね、その分規模が、ね、ちっちゃいかもしれないんですけど、うん、早く1人前になれるようなところだとか、そういったところがいいと思う。一人前になるまでの期間っていうのを会社としてある程度設定してるんですよ。それが長すぎるところだと行き急いでるじゃないですか、なんかそれに合わない。商社とかって基本40とか定年まで働くことがコスパがいい設計をしてるから、どんどん辞めると損だなっていう風になるって、それはいいも悪いもなくてそういう設計をされてて、リクルートだったらずっといると逆にお前まだいいのっていう空気感があったり、この風土ってめちゃめちゃ大事だから、起業家が輩出しやすい企業を選ぶっていうのはいいと思う。それこそ面接で将来起業したいですって言った瞬間、うわめんどくせえと思う企業と、あ、いいなと思う企業って2つに分かれると思うから、すごい分かりやすいですよね。起業したいって言っちゃうんですよ。言っちゃえばいいですよ。ダメだったら落ちますから。隠して起業したかったのにって言われてもね、企業のね、言えよみたいな感じですよね、うん、ただね、いつかこういうことやりたいんだけど、それをいつまでにっていうのを別に決める必要はなくて、タイミングっていつ来るか分かんないんで、ただ言っちゃうと向こうからすると、あ、この人は何歳までに辞めるんだみたいな、本当は単に言ってみただけなのにね、決めつけられちゃうんで、そういうのは言わなくてもいいと思うんですけど、起業したいってこと自体は言ったらいいと思いますよ。わかりました。やっぱりまだ動機が不純なんですよね、さっきから。起業したいとかいい会社に入りたいとか、僕もそうだったんですけど、全然中国で老人ホームやりたい人に見えないし、メーカーに入りたい人にも見えないし、一般職じゃ嫌で総合職がいいって言ってるのも自分の都合じゃんって感じがするし、自分のうさを晴らすために総合職になりたいって言われても会社からしたら知らないし、そんなに焦らなくてもこれだっていうの見つかってないんだったら、そんな肩に力入れなくていいのではないかと思う。中身が伴わずにとにかく勝ち合いだけだと、今の世の中いろんな落とし穴あるんで、変なもの使わされないかはちょっと心配ですよね。動機をもうちょっと強めてから就職するもありではないかなって、うん、そこで見つからなかったら、明確にこれだみたいなのなんてそこまで見つかるっていうのもないと思う。選択肢が広がった世の中に対する解像度が高くなるって感じで、ほとんどの人は今みたいなたぎってる求め続けるものが消滅していくから見つからなくなるから、うん、見つけたいって思わなくなってくるんだよね、もういいやみたいな。
それはそれで別にいいと思うけど、ちょっと待ってる感あるよね、私にオファーしてよみたいな、見つかなくてもいいからやりたいことが、目の前の人を自分の持てる全てのもので一人一人毎日幸せにしていくっていうことを繰り返したら、その先に自分の生きる道があるみたいですね。学生企業についてどう思われますか？起業できるタイミングですりゃいいと思う。わざわざ卒業待つ意味もないし、商売をやるってこと自体が全ての基本だから役に立つと思うけど、学生の時のタイミングでやりたいことがあったら学生企業になったみたいな、全然いいと思うんですけどね、うん、逆になんか無理やり学生企業を武勇伝作るためにするみたいなとかは歪んでるなって思う。嫌いそういうやつありますよね。なんかありますよね。だから そんなのはやる必要もないし、うん、そのことによってなんか自分の自信のなさを埋めようとする必要ないと思う。大人分かりますからね、はい、その企業なんなんだよみたいな、多いのはだからさっきもちょっと言いましたけど、企業って言いながら下請けなんですね、うん、それ企業って呼ばないと思う。それは会社に入って何か仕事依頼されてるのと同じような感じですよ。そうそうね、それが企業側からすると社員で雇わなくてもいいからリスクの低い請負先なわけですから、いい主には使われてるだけであって何らかっこいいことでもないじゃないですか。その落とし穴はめちゃめちゃあると思う。請負仕事で終わっちゃう人すごい周りに多くて、それで幸せなの当然いいんだけど、やっぱ会社ってすごいいいのはでっかいことをやれる。自分に何もない時に奥のプロジェクトをできるかって言ったらできないけど、会社だったら認められたらノーリスクでチャレンジできるわけですよ。僕がどんな編集者としてヒットを出せるとしても、新聞広告に1000万2000万出すっていうのは自分のリスクだったらね、ジャブジャブできないけど、1000万広告使っても2000万儲かりゃいいんだろうって勝負は会社だから突然にできるっていう。だから僕の名前もどんどん売れたしっていう、そこは会社に利益を返す分僕も利用させてもらってるっていういい関係。フリーだとそのスケール感は出ないんですよね。いい仕事だけどちっちゃいことしかできないっていうのはあると。それこそ商社とかメーカーなんて個人で何できるのって話だからね。起業してじゃ失敗したってなったらその後どういう、普通に転職できますよ。全然ある。昔はレールから外れたら戻れないっていう風潮あったんですけど、今はまともにチャレンジしてまともな理由で失敗してたら、むしろいろんな経験を積んだ人っていう評価はされうる。でも僕の周りだけかもしれないですけど、起業すると企業にまた戻るってパターンがやっぱあんまりない。あんまうまくいってないやつもずっとビジネスやってるような気がするんですよ。めちゃくちゃ刺さりましたね。自分が活躍できる場所に身を置くっていうのが自分にとって幸せなことだと思うので、いろんな会社を見ていろんなことを経験して自分がここだったら活躍できそうだなっていうところをうまく見つけてほしいと思います、はい、いやでもすごいめちゃんこ優秀でいろんなことも経験してて、それでなんか足りないんですってなってるから、ハイスケすぎるよ。すごいな。でも学生の時だったらそれこそ就活生で会った時こんな人いたらもうやだわって思ってたもん、ハイスペ来んなよって思ってた。ちょっと圧倒されちゃいますよね、グループディスカッションで一緒になったりしたら、まあ、肩の力を抜いて全然いいんじゃないかなと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。就活頑張ってください。ありがとうございます。三木さんありがとうございました。すいません。ありがとうございました。優秀だなと悩みをちゃんと自分の中で言語化できてるんで、現時点でありとあらゆることを考え尽くしたんだと思うんで、あとはやるだけっていうか、まあ、考え続けるのは永遠に終わらないと思うんだけど、考える作業はここまでやるべきぐらいのラインは余裕で超えてるんで、あとは就活なり起業なり何でもいいからやるだけっす。頑張ってください。例えば努力は報われるとかね、まあ、これって人生に対するスタンスじゃないですか。そう思う人と努力してもまあそうなんでダメな場合もいっぱいあるよなって思う人って、これってどっちがどう思うかって決められないっていうか、今の世の中さん見てると大成功するかもしれないんですけど不幸せになる場合もあるなと思ってて、目標が低いとねすぐ幸福になったりとかする、だけど世の中にあんまり大したことしてないみたいな、極端に言うとどっちの人生歩むのかなっていう。自己肯定感高すぎて自己肯定感低いって言ってる人嘘なのかと思ってたんですけど、受験勉強とかでも国語が得意だったんですけど答え間違えてても答えは間違えてると思ってました。かなり自己肯定感高いです。今後の就職なり大学院なり企業で考えていく上でまずやっていかなきゃいけないことっていうのは、周りに自己肯定感を上げてくれる人多くっていうことと、あともう一つは、まあ、とりあえずやってみる、失敗してもいいし、さまざまな経験を通してやりたいことを見つけていければいいかなって思います。お三方のお話を聞いて、でもうちょっと自信持っていいなって思いました、うん、はい、今後も考えをまとめていこうかなって思います。ありがとうございます。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。